は、ラクーマイタリーご飯チャンネルのゆかりです。このチャンネルでは、時間をかけずに美味しい料理を作りたいという方のためのラクーマレシピをご紹介しています。チャンネル登録よろしくお願いします。今回は、忙しい朝でもパパッと作れる食パンキッシュのレシピをご紹介します。あのカフェで人気のキッシュ風な一品を、食パンで、しかもレンジだけでとっても簡単に作ります。材料はこちらです。食パンに切り込みを入れます。縦に2本、横に3本入れます。切り込みを入れることで卵液が中まで染み込みやすくなります。こんな感じです。まず半分に切って重ねて1センチ幅に切っていきます。卵液をすくっていきます。で、この時卵黄と卵白はムラなく混ぜ合わせます。で、混ぜたらここにピザ用チーズ、先ほど切ったベーコン、ピーナソーセージ入れても美味しいですし、レンチンして火を通したブロッコリーとかしめじとか入れても美味しいです。ここにですね、醤油も入れます。このベーコンの旨味と醤油の旨味が合わさることで美味しくなるんです。で、お好みでほんのキムチカリコンソメ入れても美味しいです。これで卵液は完成です。まず耐熱容器にラップを敷きます。ここに食パン、先ほど作った卵液をわーっと流し入れます。わー、これで加熱前の準備完了です。まずふんわりとラップをして、600ワットのレンジで3分加熱します。容器から取り出したら4等分に切り分けます。仕上げに黒胡椒を振ります。黒胡椒を振ると香りよく仕上がります。いただきます。はい、なんかまゆさんの服装と合ってる。優雅なロイヤリティな朝です。おしゃれなこと持ってきた。美味しい、お願いします。美味しいです。ありがとうございます。食パンなので、うん、普通のキッチンよりこれ満足感があります。結構ボリューミーですよね。次回はフライパン一つで作るとろーりチーズのクロックムッシュのレシピをご紹介します。チャンネル登録よろしくお願いします。